こんにちは参議院の西田です今日は11月の6日木曜日です。先ほど園遊会がありまして、私も皇居、皇居赤坂御苑の方ですね、お招きに預かりまして、参加をさせていただきました。その後ですね、今日はこのいつもの超人大陸でありますが、今日はこの2冊の本を紹介します。なかなか衝撃的なタイトルなんですね。新主義の そしてその棚になるのがアビノミクスの終焉とでまさにですね新牛主義の季節がアビノミクスの終焉だとで書いてる方がですね、えー、服部茂樹先生、えー、この方は、えー、京都大学をの卒業なさってですね大学院経済学博士取られて、えー、現在福井県立大学の教授をされています。で私も 何度かお会いさせていただいたり直接お話をさせていただいている先生で、えー、かつてですね、えー、私が安住財務大臣と、えー、この野党時代質問しましてですねいわゆる牛馬論争という、えー、話が、えー、この YouTube なんかでもですね、えー、随分流れましたけれどもその牛馬論争の元の話ですね、えー、この景気が良くするためには金利を下げたり、えー、財,財政を緩和したりしてですね するそれ大事だけれどもそれは例えて言うなら馬にに、ね、水辺に連れていくこととできるとしかし水を飲ますことはできないんだという格言があるようにですねこの馬をそのつまり企業におお水を飲みやすいようにお金を使いやすいにする環境は作れても飲むかどうかは使うかどうかは企業の意思だから金融緩和をしたり。 それから税あの利率を下げたりしてもですね直接なるかどうかわからないということを、まあ、その格言で言っておられたんですけれどもねでその場合には私は、えー、馬がですね馬を連れて行っても水を飲まないじゃぶじゃぶ水を出しても飲まないんだったらどうしたらいいかとまず牛を連れて行ったらいいんだと牛がですねじゃぶじゃぶその水を飲むとそうすることによって馬の方もですねあ牛が飲んでるんだったら俺も飲んでみようかなと思って飲むんですよと。 つまり牛というのはこの場合政府のことを言っているわけですけれども政府がその余った民間が使わないお金をどんどん飲んであげればいいとそうすると、えー、この馬の方もですね民間の方もお金を使い出してくるだろうと、まあ、そういう話これが牛馬の話だったんですけれども、まあ、そういう話をした元ネタがこの人の話なんですねで今回この書いてますのはですね要するに私と全く同じ事件なんですけれどもいわゆる 新自由主義というのはですねこの20年、2 3 0年です、ね、世界中を席巻したと、その結果何が起こったかと、まあ、ステグリッツが言っているようにですね1%の金持ちがですね99%の富をして支配してしまうと、格差社会を作ってですね人間を不幸にする、人間を不幸にするそういう新自由主義をやめるべきだと、そしてアベノミクスはそういう方向に行ってるんじゃないかと、そのままではおかしくなっちゃうよと。で今黒田バズーカでですね お金をどんどん吸って流しましょうという形やってるんだけれども、まあ、これでもですね実は直接の需要は増えてないんですね、まあ、株高ということが演出されていますけれども実際はこれはですねこれからバブルになってしまう可能性が出てくると。 実際、アメリカでもです、ね、金融緩和政策、この政策によってです、ね、数々のバブルが IT バブルもそうだったし不動産バブルあのサブプライムローンのバブルもです、ね、そこから来ていると同じことを日本がやろうとしては今度は世界中にです、ね、日本のお金が蔓延してです、ね、とんでもないことになるんじゃないかということを警鐘をなさ,るなされているんです。ぜひこのです、ね、2冊の冊本 えー、あのお読みになっていただいてです、ねえー、この議論世論をです、ね、広げていただきたいんですねで実は、まあ、こういう話をです、ね、私は、えー、自民党の中でも申し上げてきてるんですけれどもなかなか実は自民党の中でこの整理ができてないんですねで今日も、えー、税制調査会長の野田,さん野田武先生とですね、えー、ある会でお話しすることがあってあのこういうことを申し上げてきたんですけれども野田先生も 今のこののこ自民党のです、ね、政策の,この整理がついていない、それをしなければならないということをお話しになっておられました、でこれは特にいわゆる小泉行動改革、小泉行動改革というよりも、これはもう、橋本内閣からずっと続いてきたわけです、小さな政府路線ですね、これが本来、デフレを作ってしまったんじゃないかと、今は財政出動しなければならないし、そしてその,そのデフレがです、ね、財政を悪化させてしまったと。 それを脱却するのがアベノミクスであったはずなのに、ね、財政出動をしないでですねこの金融政策だけでやろうとするととんでもないことになるということを、まあ、我々は継承しているんですで,ですからその場合にはですねまず財政出動をすべきであるわけなんですけれどもその財政出動をしようとするとですねいや公共事業をやってもですねなかなかこれ効果ないんだとなぜかというと言えば人手不足だからなんだと。 落札ができないんだと、まあ、こういうことをおっしゃる方がいるまた人形圧迫するんだという方もおっしゃるんですね民間がせっかく、えー、ものを建てようとやろうと思ってもですね人手がそちらの方で捉えてしまって困ると,と言うんですけれどもこれはちょっと事実じゃないんじゃないのかということなんですねでこのことは、えー、もともとですね、えー、藤井聡京都大学教授が私の方に、えー、資料を持ってこられてお話しなさっていたんですけれども 要するに例えばですね土木建築業と、まあ、こういう形でよく呼ばれますけれども一般的には土木建築で一つにしてますけれどもまあ、えー、普通大体ですね土木系の会社それから建築系の会社っていうのは別なんですねそしてやる仕事もですね土木のやる仕事と、えー、建築のやる仕事というのはやる携わる人間自身がまた別の方で、えー、あるわけなんですねですから えー、この土木事業ダム,をダムとか道路とか作る仕事をですねどんどん出したからといって建築の仕事がおろそかになるということにはそもそも人が違いますからね使う人が違うからならないんだとでそれよりもですね今起こっている状況というのは話の整理しなきゃいけないのは要は落札ができなくなっている入札不調だとそれはなかなか人手が足りないそれから物の値段がどんどん上がってきているからですね。 落札できなくなくっっててしまっているとだどんどんコスト高になっているんだとおっしゃっているんですけれどもコスト高の一番の大きな原因というのは結局ですね、まあ、電力料金に象徴されますけれども要するにえ外側から海外からですねあのエネルギー燃料はこれ輸入しなければなりませんそれからさまざまなえその材料原材料も輸入しなければなりませんがこれ円安でどんどん上がってしまっているというのが一つ大きな原因なんですよね。ですからそここを考えてみるとです、ね、これ アブノミクスのお金の、えー、量があまりにも増えすぎて、ですね円安効果で、マイナス面も実はあるんだということなんですねで。もちろんプラス面もあるでしょうから、ここは一概に言えませんけれども、そういう影響が一番大きいと、で何よりも人件費がですねどんどん上がってしまうから、それで、えー、落札できないんだとおっしゃる方がいるんですけれども、もともと今、一番問題なのは、えー、賃金が安いからデフレになってるじゃないかと、賃金を上げてくださいと言ってるんですから、 これはもう経団連しかり、それから公務員しかり、それから土木建築しかりでですね、あらゆるところで要するに賃金が上がらないとだめなんですよ。と、その中で建設関係というのはですね、土木も含めて非常に賃金が安くなってしまったと。この20年間でですね、こういう建築関係の賃金というのはですね、かなり下がってしまっていますね。で、その結果何が起こったかというと、 そもそも下がるだけじゃなくて人員の数も減ってしまいましたからえ事業が増えた時にこなせるだけの人がいないとそれから集めようと思っても安い賃金ではですね集まらなくなってるんですよねそれはまさに例のすき家問題と同じでしてねデフレ産業と言われたああいう大手のですねチェーン店によるあ,のああいう牛丼屋うどん屋さんっていうのはですね安い賃金だからこそ成り立っていたわけですよね。 と,ところがデフレでからインフレ状態人手が足りなくなってくるとより良いところに行かれますから高い金額を出さないとですね、えー、高い労賃を出さないと人が集まらない同じく建設産業ももともとですね専門職でそれなりの高い給料をもらっていたのがですねどんどん減らされて賃金も下げられて違う業界に行ってしまったんですよね。でそれをもでで戻ししるたた。めにはですね、当然、えー、待遇を改善した それなりの賃金を出さないと戻らないのは当たり前でしてしかもそれ長期的にですねその仕事が保障されるというまあ見通しがないと違う職種にせっかくいた人が戻ってくることにはならないんですよねつまり先行きに対してどうなのかということなんですねだから賃金上があるのは当然これは正しい話でありましてそれでもなかなか人が集まってこないというのは本当に仕事が先行き続くのかねと。それが この雇う側の方が、見極めがまだできてないから、その人を集める、本格的に集め出す、ですねそういう政策が捉えていないということだと思うんです。さあ、そこで,です、ね、何をすればいいのかということなんですけれども、これは補正予算の必要性もこのごろようやく言われなしてきましたけれども、要するに、この長期的にです、ね、雇用があるという、そのことを民間企業に知らせるためには、 一番いいのは長期的にです、ね、政府の予算がです、ね、これだけ伸びてくることになるというやっぱり長期のです、ね、予算高校性金額、まあ、こういうものをしっかり示すことが大事なんですね10年間で何百兆円使いますこれは道具事業だけじゃなくてです、ね、社会保障にしてもそうなんですよさまざまな政策でこれから10年間でこういうことをやっていくためにこれだけの予算をやっていきましょうという計画を発表するこのアナウンスが ものすすごく大きな意味を持つんですねで長期的にそういうことをされるんだったら今のうちから人を集めしてまた、えー、この工事をするには本来重機が必要ですよね。ところがこの重機も今みんなも自分の会社で持ちきれなくなってですねリースになってるんですよ。ですから、えー、リース会社が,が持ってる機材を借りるとで使う時だけ借り取ったらいいということですがみんながその重機を使いやしてくると自分のリースを持ってない自分の 住居を持ってない会社は仕事を取れないわけですよねだからそのためにはもう一度住居を買わなければなりませんしかしその住居自体がですね日本で小松とかキャタピラーとかいろんな会社が作ってますよねでそういうそのメーカーが世界中にこれ売ってますから日本で買おうと思ってもなかなか今度は受注をしてもですね発注をしてもその機材が回ってくるのはですね時間がかかってくる むしろ今まではですね日本の中で余っていた大手ゼネコンなどが持っていた住居はですねどんどん海外に、えー、この中古で売却したりしていたと、まあ、それをもう一度取り戻さなきゃならないわけですよねつまりこれはでこの今のこの建設業界の一つの例えですけれどもこの落札できないまた人手が足りないとかですね住居が足りないという現象は何かといえばまさに 長期的に公共事業をなくしていってしまう方向にですね減らしていくということをずっと示し続けたそしてやってきたがためにですねさあいざ本当に必要だと言ってやっても間に合わなくなっているということなんですねでだからこれをもう一度やるには長期にもう一度やっぱりそういう仕事は必要ですからどうぞ重機を、ね、集めてくださいと購入してください人を集めてくださいと,という計画が必要なんですよでそれが これは公共事業だけではなくてですね、えー、様々な業界で同じようなことが言えますで。そのためには、まさに政府が、えー、役人がですね、そういう長期の計画を政府として発表することが大事なんですね。まさにこれ、新自由主義とは全く逆さまの方法ですよね。政府の経済政策、そして長期計画、それによって、経済をそこから上げていくと。 まあそういうことが大事だということだと思います。でそういうことで、えー、この本をです、ね、読んでいただけると、私が今言ったことも、えー、より,より、えー、しっかりですね、ご理解いただけると思います。ぜひ、えー、新中主義、えー、がですね、どうなってしまうのかと、そして、えー、このままではアメノミクスが成功しないぞとということを、えー、私は非常に懸念をしておりますので、ぜひ皆さん方もですね、まあ、こういう本をお読みになっていただいて、地元の 国会議員の先生方さまざまな方にですね、えー、この現実を知らせていただきたいと思います今日もご覧になっていただきましてありがとうございました、えー、なおですねまた宣伝させていただきますが先週から宣伝をさせていただいておりますが12月の3日の水曜日にですね、えー、第5回の東京セミナーを行います 今回の講師はです、ね、私の尊敬する、えー、参議院の自民党の前幹事長の脇正史先生、お招きいたしまして、まあ、この先生と私はいつもこの真珠主義、まあこれを、これと決別しない限り日本、ダメになると、ということをずっと言い続けているわけですけれども、まあ、そういうことも含めです、ね、みのりある講演をさせていただきたいと思いますので、ぜひふるってご参加いただきますようにお願いいたします。ありがとうございました